はい。なんか一気になんかこう忙しくなってきちゃいましたね。はい。なので、まずコンパネはもう、とりあえずこのテント部屋なので、テント部屋と、こっちかな。で、あ、そう、台所も必要だから、持ってはきたいけど、まあ、まだ動かせないと。それが強引に納屋に持って、でも納屋に持っていくと、湿度が高いんですよ、納屋って。だから、ちょっと嫌です。まあ、まだでいいかな。いや、でもまあ、あとはスタイルフォーム、もうちょっと 使っていかないとなんで、まあ、ちょっと、どうしようかな。まあ、ちょっとで全然進んでないっていうのがあるんで、まあ、とにかく、とにもかくにも、ここは養生してある。はい。ですね、結構、ここ、壁ができちゃって、まあ、暗くなったよね。まあ、当たり前だよね。壁作ったら暗くなるの。だから、ちょっと、作業工程っていうのを、ちょっと考える必要が出てきちゃって、まあ一応一番広くて養生が下にあるここが、まあ一番 使い勝手いいんで、ここを一番最後に塞ごうかなっていう感じです。とりあえず、もう家半分、もう半分入らなくちゃいけないんで、このスタイルフォームとかももう使っていかないと、もう場所が邪魔くさくて仕方がないから、床はぐっていきます。で、床はぐるにもあそこら辺は、水道管とか配管もあるんで、ちょっとはぐりっぱなしにできないといけないので、で、そのためには、あとはまあ、なんだろう、キッチンカウンターみたいなのを作りたいんで、じゃないと、狭すぎる、台所が。なので、ただで、ここら辺のものを移動してしまえばいいかなって感じです。まあ、むしろ最悪、ここにテントを持ってくるかっていう感じですね。で、あと、ここでもいいし、テント持ってくんのは。あと、台所とかのテレビゲーム類をどこへ持ってくるかですね。多分ここら辺はもう、あれなんで、クッションフロアが届き次第、もう、クッションフロアと、あと、こっちも2段ベッドのための、ベニヤはバンバン張っていくと思うんで、ベニヤというかすのこかな。すのこにしないとちょっと布団かびるんで、マットレスとかも。だから多分ここ根太だけを敷いてしまい、まあ、根太だけを敷いてしまい、まあ、値段の上にも、あっちの床をはぐると、粗床ではぐると、こういう材があるから、もうこの材を、もう縦に、こうやって値段を敷いて、縦にこうやってやるか、それとも値段をこうやってこうかだよね。ああ、でも結構頭の中忙しいっていうか、結構進んだぞ。なので、ちょっと、どかしていきましょう。はい。まあ、ここら辺もの、材、特にもうここら辺はいじらないから、ちょっとどかしちゃいます。はい、こんな感じですね。はい、今日5月30か？ 5 月30か。はい。まあ一応今日は午前中、まあね、ちょっとここな、今ようやく壁っぽくなってきて、まあ一応ね、こんな感じで、ちゃんと整理をしました。はい。で、あとは 石膏ボードついて、ちょっとここの仕切りがちょっとね、ラスボス前の中ボスっすね。一応ここをこう壁を作りので、壁がここ高くなります。なので、まあまあまあ ちょっと材を買って来ねばならんかなという感じです。で、あんまり石膏ボードだと重くて嫌なんで、ベニヤでいいかなって感じです。
ベニヤを、ベニヤの裏に、まあ、あれ断熱材があるんで、ベニヤの裏にちょっと補強を入れて、断熱材挟んで、まあ、ベニヤで挟むみたいな、そんな感じでいいかなという感じです。まあ、大体、ここドアにしようか。もちろん内開き、もしくは引き戸だよね。まあ、引き戸にするんだったら、これあるし。まあ、これがあるから、上にね、これもあるから、まあ、余ってる引き戸だったり、ガラス戸だったり、襖使えばいいかなっていう感じですね。はい。じゃあ、あとここら辺で、まあ、ここもそれなりに片付いたんで、まあ、これ、畳片捨てに行ければなと思ったけれども、まあ、ちょっとそういうわけにもいかず、なので、はい。あとは、中からポリカだっけ、これを、それ買ってきて、窓を作って、で窓の枠も作り、壁押さえだな。壁押さえ液が来たので壁押さえをして、あとはここも断熱をします。で、ここの断熱は、まあ、将来的には多分ここに釘が打ってあるんで、多分ここは枠があるんだろうということで、ここくり抜いて2段ベッドの中にもちょっと窓作りたいなっていう感じです。で、まあ、今年はそれができなくて、まあ、ちょっと無理くりオープンするんだろうなという感じです。はい。まあ、あとはそうだな まあ、ここに荷物持ってきて、まあ、あとは終わりですかね。今ちょっと時間があるんで、洗い床だけはぐって今日終わろうかなって感じです。